はい、どうも矢沢です。増田です。今回は α7S3 で撮影した作例を見ながらカメラの魅力に迫ってみたいと思います。実際までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。増田です。先日我々ね、表参道から裏原の方にかけまして α7S3 の作例撮りに行ってまいりました。はい。でその模様はですね、すでに Vlog として公開してありますので、まだご覧になっていない方は概要欄からねリンク貼っておきましたので、そちらをまず見ていただけると、まあ、どんな環境で撮影してきたのかっていうのがお分かりいただけると思うので、まあ、そこを見ていただければと思うんですけれども、はい、はい。で今回は何をするかと言いますと、その時撮った作例をですね見ながらですね、もうちょっと掘り下げていこうかという企画でございます。はい、じゃあとりあえず見ていきましょうかね。はい、はい、はい、まあ、こんな感じで、ね、1枚目でございますけれども、はいはいはい、見たことある写真が、まあ、そうですね、毎回ツイッターに、はい、1回上げたことがあるんですけど、はい、まあ、画角とか撮り方ほとんど一緒なんですが、はい、実はまあ設定だいぶ変えてます。はいはいはい、はい、で今回お見せする作例はですね、シャッタースピードと F 値は全部共通を固定しております。で、はい、先にお話ししておきますと、シャッタースピード100分の1、はい、で F 値は8ですね。はい、画面見ていただいている方、左上ぐらいにちょっと見えてるかもしれないですね。うん、そんな感じですね。はいはい、でホワイトバランスと、はい、あと ISO 感度に関してはオートしております。カメラのね性能面っていうかな、ポテンシャルを見たいので、はい、あえてその2つはオートにしている感じですかね。なるほど、はい、じゃあ見ていきましょう。1枚目、はい、1枚目これですけれども、 ISO が32000 まずいきなりまあ F8 まで絞ってるんでこれぐらいまで上がっちゃうんですけど、はいはい、まあ普通丸が違うかなっていうね3200かと思ったら32000。そうなんですよ、32000。ちょっとで見ていきましょう、その32000のディティールを。はい、レンがめちゃくちゃ綺麗っちゃ綺麗ですよね。はい、ピントはどの辺に合わせてるんですか？ピントこれ真ん中です。真ん中だから今見たところあたりかな。でも8まで絞ってるから、はい、まあだいぶシャープネス、うん、合ってるところの範囲は広いと思いますよ。はいはい、うん、そうですね、この隅々まで、うん、葉っぱのディティールがある32000で普通もっと潰れちゃいますけどね。ですね。でちなみにあのレンズは、はい、1635の広角ズームで GM ですね、はい、ソニーの純正を使っております。だからレンズの性能もあったりはしますけれども、はい、まあ、やはりこれだけの交換とレンガとかがディティール見るのにすごく分かりやすいですあとこのポスターの顔が分かるっていうのが飛んでてもおかしくないんですけどね、はい、そうこんだけ明暗差が分かれてるので、うん、あと個人的にはこの光源が綺麗、うん、これだけね、はい、まあ、波状っていうか伸びてる、まあ、絞ってるがゆえの現象ですけど、でこの何て言うんですか、暗い部分、うん、普通やっぱ暗い部分ってそのこんだけ ISO 感度が高いとなんか疑似色っていうか、うん、赤とか青とかがすごいザラザラ出てるのはそんなにない、うん、そうですね、まあ、3万2000でこれくらいって感じでしたけど、恐ろしい。次行きます、はい、これもまあツイッターに上げたのとまた設定が違うという状態ですね。これはまああえて奥行きのあるところっていうところでこれを選んでみたんですけど、はい、うん、確か Vlog でも言ってましたけど奥にピントアップしたんでしたっけ、うん、そうですね、まあ、だいぶ奥の方ですね、はい、奥っていうとこの辺ですか、うん、これちょい手前ぐらいかな、その旗ぐらいかな。おお、うん、でこれが ISO がなんと51200だいぶ暗かったですからねここね、はいはいはい、で手前が明るくてどんどん奥に行くほど暗くなるという感じ、はいはい、まあ、実際の光 の, 当たり具合っていうのはその場その場で一緒なんですけれども、はい、まあ、手前にいるがゆえにね奥はやっぱり暗く見えてしまうというところですけど、葉っぱのディティールが素敵、うん、あとこのダークな部分のノイズも多分この後ノイズ軽減かければ気にならなくなりそうな感じですよ、うん、あ、ちなみにこれあれです、JPEG 撮って出しです、はい、ローでは撮ってない、ローでは撮ってなくて、あえて JPEG の色味っていうのを見せていきたいなっていうのがあって、はい、あとはまあノーレタッチ、ノートリミングですね。お、本当に撮ったそのまんまのデータです。なんと自分はそんな怖くて出せない、なかなかね
勇気がいるんですけどね。おお、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるって言い方がすごい失礼ですけど、どこ見てもディテールがある。そうなんだよね。だから α7S3 に関してあまりまあよくわからない方に一応解説しておきますと、はい、1200万画素と、はい、まあ、今でいうとかなり低画素ですけれども、はい、まあ、低画素であるがゆえにこれだけ高感度にできるという、はい、まあ、一つの同じ、ね、センサーに1200万画素と、じゃあ3600万画素3倍あったとしたときに、1ピクセルあたりの、ね、大きさって全く大きさが変わってくるわけじゃないですか、はい、で要は1ピクセルの大きさが大きければ大きいほど光を、ね、取り込む受光面の大きさが大きくなるので、それだけ光暗所に強くなる。逆に細かくなってしまうと取り込む量が少なくなってしまうので暗所に弱くなる。なので高画素機は、まあ、一般論としては暗所に弱いとされている機種ですね。逆に低画素機というのは、まあ、高感度、暗所に強いっていうところがまあ大きな特徴ですね。はい、でもすごいですよね。1200万画素って言ったら、うん、最近したんですけど、iPhone も、うん、あの1200万画素らしいですよ。うん、まあ、あのセンサーサイズが全然違うので、そうだね。だからまあ同じ数でもサイズが小さくて、みんなギューンと小さくなっちゃってるから、まあ、それだけね。ただまあ iPhone とかスマホに関して言うとさ、単純にセンサーの実力だけじゃなくって、はい、いろんなものでカバーしてますからね。すごいもう何て言うんですか、あのパソコンが入ってるようなもんですね。なんかそれもちょっと比較としては面白いけどさ、はいはい、同じ1200万画素でこんだけ違うよ。違います。画素数じゃないんだよっていうことです。じゃあ次いきます、はいはい、お、今度は ISO が4000、まあ、これあの結構テンポの中明るかったんで、はいはい、そのぐらいですかね。雰囲気がすごくアメリカンですね。そうね、店構えがそうですからね、はいはい、いやもう ISO が4000なんで、うん、なんか綺麗と言ってるんですけど、うん、なんかすごいな。普通今までだったら4000の写真使えねえって言ってたのが、うん、見てくださいここそう、ね、さっきまでがやっぱ万単位だったんで、うん、ザラザラ感ありましたけども、4000だとないですよ、うん、びっくり。いや今までこれ多分 ISO 1600でもこんな撮れなかったっすよ。そうそう、こことか、そうだよね。多分昔のカメラだったら ISO 1600とか800で撮っても、うん、ここにノイズ乗ってたと思います。私あれですよ、もうこれ昔話ですけど、はい、D2X ISO 1600とかで撮ったことあるんですけど、はい、まあ使えたもんじゃなかったですね。まああの頃まだ APS-C だったりとかするんで、はいはいはい、まあ、比較するのもあれなんですけど、はい、あと自分はまあ絞った理由としてはやっぱりその解像感というかシャープに見せたいっていうのが一つあって、はいはいはい、もうボケた、ね、写真も魅力的なんだけれども、はい、やっぱこういうなんか建物とかが硬いものを写すような時とかっていうのはカリッとしてる方が自分は好きなんですよね。見てください、ここのこのね、見えすぎちゃって困るって感じですけどね。はい、はい、と、おでここからですね、あのピクチャープロファイルの設定をですね、今までお見せした3枚はスタンダードだったんですけど、ここから、はい、この後はずっとビビッドになっていきます。はい、ビビットも何種類かあるんですけど、このビビットの2ですね、はい、でちなみにこれはピントどの辺に合わせたんですか。これはもうあれですかね、看板かな、わりかし真ん中に近いところですね。ですね、まあここも明るかったんですかね。ここも明るかったですね。だからさっきのお店とそんなに距離も変わらないところなんで、うん、だってこの猫ちゃんの顔がこの小ささで顔完全に分かりますよ、うん、ISO 2500なんで、もうなんか普段使う数値ですからね、余裕ですねこれなら、うん、すごいな。自分驚いたのはやっぱ絞ってるからか、うん、エレベーターが綺麗なんですよね、うん、開放で撮っちゃったりするとここら辺がディティール甘くなるんですけど、絞ってるんでもこの辺がシャープ、うん、まあこれ単なる街角スナップみたいな感じですけど、はい、やっぱり風景っていうのは絞ってる方が、まあ、何か特定のね、あの被写体を浮き彫りにしたいときは別ですけれども、はい、広く撮るときは絞った方が、はい、色修差もないし、この文字ずれとかもないすごいねこれね、 GM レンズの効果ですね。そうだね、自分で撮ってはいるんですけど、あくまでカメラの性能を見るために撮ってるので、はい、なんか
自分でシャッター切っておきながら感心するっていうね次は ISO 高いんじゃないですか。これは102400かな、はいはい、10万超えてきましたね。だからまあこれ以上上がらないように設定してあるんですよ。はいはいはい、あんまりオートにしといていきなりガーンと上がっちゃうと嫌なんで、はいはいはい、まあそれでもこれだけ明るいですからね。てかむしろ結構明るすぎるぐらい、うん、もう 0.2 段ぐらい低くてもいいんじゃないかっていう、まあむしろその方が雰囲気が出ちゃう、はい、ね、こんな感じで、まあそれだノイズがさすがに乗ってきますけどもね、はい、空とか、うん、さすがにその辺はの、まあ、10万超えるとさすがに乗りますよ、はい、うん、ただまあこの今 Windows サイズに合わせてる分にはもうかなり綺麗でシャンプーには映る、はい、とはいえノイズ乗ってるとはいえ、うん、画像が崩壊してないんですよ、うん、形を保ってるんですよ葉っぱが、うん、そうだね、10万を超えて、うん、ぜひ皆さん持ってるカメラで10万で撮ってみてください。絶対にこの辺のディティール崩壊しますから、うん、てか普段やっと言いつつも自分10万で撮ったことないかもしれない普通なかなかないね。自分もあれですよ、これオートにしてるから、はい、このぐらい数字まで上がっちゃいますけど、はい、マニュアルで設定するときに10万なかなか設定しないからね。ていうか怖いですよね、うん、逆にあの 5.6 ぐらいまで上げちゃうかもしれないですね、はい、F 値の方ですね。 5.6 ぐらいで撮っちゃいそうですね、うん、ここまでくらいと、うん、あと ISO 感度のそのセンサー、はい、あれの画面平均で設定してあるんで、はい、なので、まあ、例えば後から出てきますけれども夜空が、ね、広いとちょっとあの逆に明るすぎるような絵になってはしまうんですけどね。お、結構空がノイズ乗ってますね。まあその分ここがね暗い感じだから、まあ、その分逆に明るくしようってなっちゃうわけですけどね、はい、そこがまあオートの一長一短というところで、ね、これがこれも10万ですね。102400ね、すごい。これはもうあの階段のところのその金属部分、はい、そこの硬さっていうところをちょっと見てほしいですかね。なんか絵みたいですもんね。そうなんだよね。なんかビビットに設定していることも多少影響あるのかもしれないですけど、若干 CG チックになってしまうところありますけど、はい、それはまあお好みかなっては思いますけどもね。ここね多分ね写真で見てるよりだいぶ暗いんですよね。ですね、うん、でも ISO 自体は25600、うん、まあ、看板をだいぶ大きめに画角の中に入れてるっていうのもあるとは思うんですけど、はい、まあ、看板がライトついてますからね。そうなんですよね。まあ本当にこの数字だったらもう普通に使えそうですね。ここまでだったら確実に使えますライブで。我々結構ね暗所撮影多いですからね。自分もやっぱニコン買ったのはそこでしたもん最初に、うん、あのニコンがあの D700、うん、キヤノンが 5D Mark II の世代で、うん、2400万画素と1200万画素どっち行くかってなった時にやっぱニコン選んだのはこの暗所に強さで選んだんですけど、まあ、よくスマホのね宣伝なんかで、はい、あの高画素を売りにしているような機種あるじゃないですか、はい、まあ、そういうのの影響も多少あるのかなと思うんですけど、はい、まあ、高画素であるがイコール高画質みたいに受け止められてしまいがちなんですけども、はい、まあ、もちろんその高画素であることのメリットというのはたくさんあるんだけれども、はい、まあ、場面によっては低画素の方が逆に強みを出す場面もあるというところですよね。だから一概に画質って画素数じゃ言えないっていう、うん、ずっと矢田さんが言ってることですよね、はい、ここも夜のただの街でしたよねそうね。それをあでもこれ10万いってないんですね。8万、うん、街灯がまあまあ光映り込んでるんで、はいはいはい、それなりに明るくはなってますけど、はいはい、ここまで明るくしなくていいけどね、はい、はだからもうこのここ真っ黒でしたもん自分の目には。そうだね、まあ、この辺は Vlog を見ていただけるとより肉眼の目に近い感じで映ってると思います、はい。Vlog で見たらここザラザラだったと思いますそれは GoPro で撮ってるからね、はい、あえてこの渋谷のねキャットストリートっていうところを選んだのは、はい、まあこういう改造感を見せるっていうところではすごく分かりやすい建物がたくさんあるんで、はい、ですね、すごく分かりやすいです、うん、でまあこの日時間帯も時間帯だったんであまり人も映り込まないんで、はいはい、そういう点では狙い目としてはいい感じかなっていうところですけどね。で次はこれ縦位置ですね、はいはいはい、やっぱり明るい10万超えてますね、うん、
ここのやっぱ AI というか、うん、カメラの判断はやっぱこの辺が暗かったからですよね。でしょうね、はい、逆に言えばここはすごく明るい、うん、だからやっぱりあの我々普段 ISO オートで撮ることってあんまないじゃないですか、はいですねはい、結局その画角の中にどれぐらい暗い面積あるか明るい面積あるかによって勝手にね便利な時もあるんですけど判断されちゃうと後で補正かける時に大変なんですよね。ですが、自分ソニーにしてからオートのなんていうんですかこの正確さがぐんと上がってたまにオートに頼ることが、だから枚数使わないような時は全然いいとは思うんですけど、はい、後で枚数使って何十枚何百枚とリタッチしなきゃいけないとか絶対嫌です。嫌だよね、はい、あの誤差があることが一番困るので。そうなんだよね。でさらにこれもあえてホワイトバランスオートにしてるけど、はい、色も変わってきて明るさも変わってきちゃったりするから基本合わせていじるとしてもだから微調整で後からいじる、うん、そうそうそう。だからステージ撮影される方とか特に光がもうくるくる変わっちゃうんでね、はい、そこはなんで固定した方が後から合わせやすい。合わせやすいです。スポットライトがパーンと入ってきちゃったらそれで一気にダーンと暗くなっちゃうからはい、次こんな感じです。もうなんか絵画のような感じでこれ白黒にしたいですよね。なんかね、なんか輪郭線がはっきりしているようなものとかっていうのは白黒にすると映えたりしますね、はい。おこれはぜひ白黒にして見てみたい今これアドビのブリッジで開いてるんでここでワンタッチで白黒ってのはできないんですけど、はい、次いきます、はい、おお戻ってきました。でこれさっきお見せしたのと同じ風景なんですけど、はい、ピクチャープロファイルの設定を変えました、はい、でさっきお見せしたのがスタンダードで今ご覧いただいているのはビビットですね、はい、今これはどっちだ、左側がビビット、はい、右側がスタンダードですね。明るさも変わってきてますね。そうなんです。ピクチャープロファイルも何種類かあるんですけれども、はいはい、それによってやっぱりちょっと明るさがオートにしてると変わってきますね、はい、なるほど。道が明るいですね、うん、でビビットの方が黄色い若干ね、はい、うん、まあ引いてここを入れてるからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、そうなりますね。後から撮った方がちょっと広めに 16mm ギリギリ撮ってるんで、はい、こっちの方が奥行き出てて、うん、そうですね。なるほどなるほど。このピクチャープロファイル変えるだけでだいぶ雰囲気が変わるっていう、うん、だからまあ後でねローで撮っといて現像してっていう、はい、そういう楽しみ方っていうかな、それのいじり方もあるとは思うんですけれど、はい、まあその風景をパッと見た時にこれは何人に合うかなっていう、うん、これはさっきのまあまさにモノクロにしたいですねって言ったみたいに、はい、ここはモノクロかなとか、うん、ここはフィルムモードかなとかさ、うん、あえてビビットにしようとかっていうそういう、もうカメラ本体内でいろいろ設定変えて、そのさらに言えばその一つ一つのねビビットだったらその中でもさらに微調整ができたりとかするんで、カメラ内でその完結させるっていう楽しみ方というかな、トライの仕方もあるんじゃないかって、ね、我々使わないんですけど一応カメラ内ロー現像ってありますからね。ありますね、うん、すごいなと思います、うん、じゃあ次です。これもさですね、やっぱ黄色い若干ビビットにするとどうなんでしょうね、暖色が持ち上げられるのかなっていうか、ここが暖色チックだったからそれが強調されたって感じ、うん、まあビビット強調するっていうところありますからね、はい、サイドがね。この後ね裏腹の方に行くんですけど、ほうほう、その途中にあの表参道のあの大きなね、ここああよく見るとこですね、ど真ん中っていう感じですけども、はい、めちゃくちゃおしゃれですよね。あのこれ東急の、ね、はい、ビルですね。ここのパンケーキは美味しいですこれはなんかのあれですね、ステンレスパネル万華鏡っていうか、そんな名前がついてます。よく PV だったりとか、そうそう、よく見ます、はい、じゃあ次行きます。ここはまあ裏腹ですね。あれですよ、あれですよ、うん、フォトスポットですよ増田が言えなかったやつ、フォトストップ増田言えないな、フォトスポット、はい、まあインスタ映えしそうな、いかにもっていう感じですけどね、はい、江戸さん釣り込んでるかな。意外と釣り込んでないですね。そう、あ、いた、これだな、これ。ここ今 ISO 感度いくらどのぐらい。1万です。1万、多分ちょっと明るかったんでしょうね、ここ。あの1枚で驚かないっていう、まあ、上から来てる照明が結構明るかったんで、ね、これですね、はいはい、そうです。いやー、あの何ですか、あの1万で驚かないっていうのがおかしいんですけど、このインフレ具合で裏腹の方に行った時間がね、はい、だいぶ遅かったんで8時過ぎてましたよね。もう全体的にちょっと街が暗くなってから行ったんで、
余計ですけれども、はい、これはだいぶノイズ分かりやすいかな。そうですね、うん、ごめん10万最高値いっちゃってますけど、まあ上の方がねですね、だいぶ、うん、でも10万でこれですし、うん、もうだ1万だじゃあ驚かなくなったじゃないですかなんかあの考え方が変わってきますよね。まあね、これなんか建物からしてするとあのフィルムモードなんかで撮るとこれはすごく生きたかもしれないな、うん、なんか大正時代を思い出しそうな雰囲気ですよね、この葉っぱとレンガと、うん、まあモダンな感じはしますけどね。はい、次同じ場所。そうですね、その先まっすぐ行くと今度はあの表参道の大通りに出ていくんですけど、はい、これはあえて石畳を強調して、裏腹がもうだから店やってなかったんですよね。そうそうそう、うん、であえて若干ちょっと斜めにしたんですけど、はいはい、これなんかもまた白黒の方が良かったかなとちょっと思ったりしますね。そうですね、うん、ちょっとローアングルなのがいいですね、うん、はい、よいしょ。これは裏腹の方ですけれども、はい、これも、お、25,600。そうですね、これはもうあの工房狙いで、はいはいはい、工房が綺麗すごいね、なんかね神々しいっていうかこれやっぱり絞ってるからこそここまでね、で空がそんなにノイジーじゃない。そうだね、あとやっぱり全然ディティールがあるんで、うん、やっぱり2万程度じゃ平気って感じですかね。まあそうですね、マスダ α7S3 欲しいです欲しくなりますよね、これはなりますね。欲しい40万円です高い40万円です、高い。私のお下がりが回ってくるね、まあ、2年ぐらいは2年後です。2年後また進化してるんですかね。そう、そりゃそうでしょう、ね、はい、じゃあ最後これはあれですね、あの原宿駅前ですね、はい、原宿駅を背にして反対側を取ってる感じですけど、もう5000なんで普通って言わせていただきますけど普通普通な感じになっちゃうね。そう、ノイズもなければもう普通の写真。はい、まあそんな感じでね、はい、今回は α7S3 のスチールの作例を見ながらっていう感じでしたけども、あと増田思ったのが、はい、最後の写真の番号が36ってことは多分36枚撮ったってことだと思うんですけど、はい、ちょうどフィルム1本分。あ、そうだね、今回そんなに枚数的にはバシバシ撮ってないんで。そうですよね、だからすごいなと思いました。なんか自分だったらついやっぱ撮っちゃうんですけど、ちゃんと1枚1枚丁寧に撮られたんだなっていうのを、うん、この写真番号から感じました。そうですか。あの、いやもうこのセリフ考えてて、うん、でフィルム2本分ですねって言おうと思ってたらまさかの1本分。そうですね。すごい。あんまりその普段仕事の時はまた別ですけどね、はい、なんか私勝手にすごい連写する人みたいなイメージになってるんですけど、そういうことは意外とないっていう、はい、なるべく最短距離で行きたいなっていう感じですかね。かといってね、1枚切るのにもたもたしてるのもかっこ悪いんですけどね、はい、特にスナップなんかは人も迷惑になる場合もあったりとかするんで、はい、そこは意識しながら集中してっていう感じですけどね。一級入魂で撮られて、でもまあ自分もここまでがっつりね、その夜景を、はい、作例とはいえね、撮ったのは初めてだったんで、はい、まあいかにカメラのスペックがよく見えるかっていう被写体を探しながらだったんで、はい、まあ似たようなね、建物写真多いんですけれども、はい、やっぱなんだろうね、ダイナミックレンジの広さっていうのかな、はい、明るいところ暗いところどちらが犠牲になることもないし、あとまあシャープネスのところ輪郭線が多いところもあえて狙ってはいるんですけど、はい、なんか要は画質ってなんだろうねって話になってきますよねどんどんなんか迷路に行きそう、もう命題ですね。そうだね、あと今回このシリーズが受けたら、うん、このシャッタースピード落としたバージョンとかで見てみたいですよね、うん、手ブレ補正がどこまで効くのか、うん、1秒は無理だったとしても30分の1秒、うん、50分の1秒、うん、どれぐらいシャープに撮れるかっていうのを、うん、ちょっと与田さんには見せていただきたいなって増田は思いました。まあ、ソニーはあんまり手ブレ補正強くないと言われていて、まあ、その一つがまあオリンパスとかね、はい、あとはパナソニックがやっぱり手ブレに関しては強いんですけど、はい、あれはやっぱりあのマウントの大きさが結構影響しているところもあったりとかしていて、
でそれでもやっぱ1秒はすごすぎるんで、そこと比べちゃうとまあねいや自分はやっぱ使っててソニーの手ブレ補正に助けられてる部分あるので、うん、昔だって100分の1秒でもずれてたような、そうね、はい、ところがしっかり止まってくれてたりとか、だから私の先輩なんか何十分の1秒まで俺は 手持ちできるぜっていうのをなんか自分の腕っぷしのようになんか自慢し合うみたいな人たちもいましたけども、はい、今そう何十分の1じゃないからね、はい、1秒とかさ整数になってきてますからね、はい、そうでしたよねそこだとまあそこになってくるともう本当カメラの性能の部分になってきちゃうんで、個人の体感とかさホールディングの問題じゃなくなってきますからね、はい、それにそれができたからなんで三脚立てればいいじゃんってなっちゃいますからね。なっちゃいますからね。まあどっちかっていうとなったら今手ブレがすごく重視されてるのは、はい、ミラーレスは特にですけど動画撮影っていうところがやっぱり大きくて、うん、はい、スチールだったら別にそんなでもないんですけど、はい、動画自分もやっぱり S3 今撮ってるこれもそうですけどね、やっぱりシビアになってくるじゃないですか。で特に YouTube なんか発信しているとそこがすごく気になってくるので、はい、見づらくなっちゃいますからね。そうなんですよね、はい、そういったところで手ブレっていうところが重要視されてるんじゃないかなっていう、まあ、スチールもこのシャープネスを出すためにも手ブレ補正大事なんで、うん、そうですね、はい、まあ、S3 今回、ね、レビューしてみましたけれども、はい、皆さんどんなふうに、見えたでしょうか、はい、よかったらコメントいただけるとありがたい感じでございます、はい、あとどんなテストしてほしいかとかね、ちょっとリクエストが、まあ、答えられるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、やれる範囲でやってみようかなという感じでございます。こんな感じでいいでしょうかね。はい、はい、以上、山田でした。朝でした。